俺のような輩には情け無用。わしにとどめを刺すことよりも案ずべき大事があろう。何が言いたいのじゃ。お前がこうしておるうちに我が君はすでにお前の村に入っておる。お前が慕う者ども、今や守ることもできわい。なんとこのようなことが。負うたことがあるの。この手でその傷を負わせ、己が生き絶えたのを見届けたはずじゃ。この村は我を墓に留め置きたくないようだの。あの女が最後まで呼んでおったのはお前の中。我がその苦しみを終わらせてやるまでな。ご自分を責めることなどございませぬ。あなた様は静寂をお持ちくださいました。私は
それまではおののくことしかできずにおりました。私は黄泉の者となりました。しかと受け入れたのです。拙者は遅すぎたのじゃ。そなたをあのような鬼の手にかけさせてしまおうとは。せと拙者もここにおり、そなたのそばで静寂と共に。私もそうしていたく存じます。されど叶いません。今しばしあの人殺しは今も生きております。カゲロウを止めなければさらなる命が奪われることでしょう。黄泉の深みがあなた様を呼んでおられます。そこで斧が道をお選びください。恥をしねえ殺し者め。この地に不覚にもお守りできず。お主を責めるつもりはない。されど死をもって己が義から解かれるものではない。悪しき陽炎は数えきれぬ者の命を奪い続けるであろう。それは造作もなきほどでございます。妻は拙者を待っておりまする。拙者は妻のそばに戻る道を見つけなくてはなりません。わしも愛子を一人にはしておきとうない。だがお主がこうも早くにちぎりを断つとは。行くがよい。最後の試練が待ち構えていよう。
しみ、我が人生無数の犠牲を払った後得たものはそれだけじゃ。己の道はまやかしじゃ。徳などいらぬ。我がこの手で掴むべきものを取るまでじゃ。わあ、乱れたり。黄泉はお前を待っておるぞ。我の苦難を放ち、我は真の強さを得たのじゃ。我は己を優に超えようぞ。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。しことにとらわれるなど愚か者のなすこと。いいよ、ここに残るは悲しみと悔やみのみ。核のごとき義は飛躍の足かせとなろう。取るに足らぬ義など捨て、望みのままに進んでみよ。これよりは俺に値するもののみを求めよ。